ヤナ、バジモブナ・ホフロアは、ロシアモスクワ出身の女性元、フィギュアスケートアイスダンス選手。2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権優勝。2006年トリノオリンピック。2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスロシア代表。パートナーは、フェドール・アンドレー F、セルゲイ・ノビツキー、アンドレイ・マキシュミーシンなど。ロシアのモスクワに生まれ、5歳頃にスケートを始める。 ジュニア時代には、アンドレマキシム・イーシンとカップルを結成し、ロシアフィギュアスケート選手権に出場したが、国際大会へ出場することはなかった。後に、カップルは解散し、2001年10月より、セルゲイ・ノビツキーと新たにカップルを結成した。2002から2003シーズン、東京ユニバーシアード競技会で優勝し、ロシア選手権で5位。翌2003から2004シーズンより、 ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。2004から2005シーズン、ISU グランプリシリーズでは、表彰台に上ることはなかったが、2005年、冬季ユニバーシアード競技会で2連覇を達成し、ロシア選手権では初表彰台の3位となった。トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン、ロシア選手権で2年連続の3位となり、トリノオリンピック及び、 世界選手権代表に選出された。トリノオリンピック、世界選手権ともに12位に止まったものの、翌2006から2007シーズンからは、ISU グランプリシリーズで2大会連続で表彰台に上り、初のグランプリファイナルへも進出を果たした。2007から2008シーズンには、昨シーズンに続いて、グランプリファイナルに進出。ロシア選手権では、初優勝を果たした。 欧州選手権では自己最高得点を大きく更新し、初表彰台の3位となった。2008から2009シーズン3期続いて進出を果たしたグランプリファイナルには出場を取りやめたものの、ロシア選手権を連覇して迎えた欧州選手権で優勝を果たす。2009から2010シーズングランプリシリーズスケートアメリカで表彰台を逃し、 グランプリファイナルに出場することはできなかった。ロシア選手権を欠場して迎えた欧州選手権の時からフリーダンスを変更して出場し3位となった。バンクーバーオリンピックに出場し9位。世界選手権に出場したが、ノビツキーの怪我の影響により、オリジナルダンスの後に棄権した。ノビツキーとのカップルを解消して、フェドール・レーフと組み、 ゴールデンスピンに出場して5位となった。2011年9月、アンドレーエフの引退でカップルを解散。競技から引退し、コーチへ転身した。ファイリバース。ありがとうございます。